兄ちゃん、見て、小鳥がいる。ハーモニービジョンのヒナみたいだね。でも、この辺はハーモニービジョンの生息地でもないのに、どうして一人ぼっちでここにいるんだろう。親に捨てられたのかな。なんだか弱ってるみたい。クッションを持ってきて、その上で休ませてあげるのはどうかな。いや、ここは危険すぎる。とりあえず連れて帰って、君の部屋にある木の棚で休ませてあげよう。いいかも。きっと綺麗な声で鳴くね。でも、この子が寝るところはどうすればいいの？僕が当主に頼んで、鳥かごを作ってもらうよ。かご？それじゃあ、自由に飛べないんじゃない？どれどれ。デームの最も優秀な代弁者である君たちが、食後のデザートすら忘れてしまうほど夢中になるものが何なのか、私に見せてごらん。おお、哀れな小さき命。あまり楽観できる状態ではないようだが、君たちはこの命を救いたいのかい？うん。でも閉じ込めるのはダメだと思うの。それはなぜかな？この子はまだ小さくて、羽も生え揃ってないし、歌も歌えないけど、カゴの中で生きるために殻を破ったわけじゃないと思うから。鳥は空を飛ぶために生まれてくるんだよ。とてもロマンチックな考えだね。では小さな博士、君も妹の意見を認めるかい？僕もロビンの言う通りだと思います。でもこの子を外に置いておいたら、きっと数日もしないうちに死んでしまうでしょう。我らが小さな博士はまだ少し迷っているようだ。では子供たち、君たちのために一つ話をしてあげよう。知っての通り、ハーモニービジョンは大気圏を飛び越えることのできる鳥だ。高い高度を飛ぶとき、その羽は摩擦による高温で壮麗な光を放つ。まるで流星のようにね。そういう美しい光景を何度も目にしてきた私たちは、それを生まれつきの能力だと思っていた。ハーモニービジョンの祖先はあまりに弱く、地上の生存競争に勝つことができなかった。だから彼らは駆られる運命から逃れるため、空を見上げ羽ばたき始めた。そうして数千数万世代にもわたる試みを経て、群れの中の一羽がついに翼を正しく羽ばたかせる方法を学んだ。つまり鳥は最初から飛べたんじゃなくて、自分の意思で飛ぶようになったってこと？それも一つの理想主義的な解釈だ。さてサンデー、君はどう思う？僕は空を飛ぶことが鳥の天性だと考えられているのは、人が地面に落ちて死んだ鳥を見たことがないからだと思います。うん、それも面白い考え方だ。では君は今
この小鳥をどうすべきかもう分かっているね。はい、まずはカゴに入れます。少なくとも一人で生きていけるようになるまで。なぜなら僕はどうしてもその子に生きていてほしいから。よろしい。君たちの心の中にはすでに答えがあるようだ。君たちの描く未来図は実に素晴らしい。それがそれぞれの方法で実現されることを私も心から願っているよ。この子は私たちがちゃんとお世話するね、お兄ちゃん。うん。でもゴフェルさん、まだ一つわからないことがあって。言ってみなさい。もしこのハーモニーピジョンが最後まで飛べなかったらどうすればいいですか？つまりもしこの世界に一生飛べないひな鳥がいたとしたら、僕たちは彼らを空に返すべきなんでしょうか？また地面に落ちて死んでいくのを見ることになるとしても。いい夢を見てるようだな、小鳥。目を覚ませ。どうした、立てないのか？手を貸してやろうか？私は死んでいない。ふん、嬉しいか？ロビンがどこにいるか教えなさい、今すぐに。ふん、どうせ最初に気にするのは妹のことだろうと思ってたさ。安心しろ、お前の妹はここにいる。そして安全だ。今は町を歩いて住民たちを訪ねている頃だろう。この状況、俺がお前だったらもっと自分のことを気にするが、ふん、何せ目の前にさっき自分の胸にナイフを突き立てた野郎が立ってるんだからな。もし本当に私を殺すつもりならこうやって会話する必要もないでしょう。目的を言いなさい、時計屋の犬め。ふん、そこまでお見通しってわけか。なるほど、道理で夢の主や四大クランとやり合えるわけだ。俺の選択は正しかったようだな。選択？お前なら俺の目的は分かってるだろう。虚構が見抜かれた以上、俺に残された時間は少ない。もう駆け引きをするのはやめだ。俺はお前と手を組みたい。なぜ私と手を組めると思うのです？ふん、あの名高いロビンもこっち側につくことを選んだからさ。さらに裏切り者の手がかりとピノコニーの明るい未来、これだけのものを入れたカクテルがあればお前を満足させられるか？嘘にまみれた人間が真実を口にするとは到底思えませんね。大丈夫、俺のことは信じなくてもいい。お前が信じるべきはお前の心の中にある正義だ。まずはロビンに会わせてください。ああ、お望み通り彼女が来たぞ。これはどういうペテンですか？冗談だよ。このお嬢さんが俺たちをロビンのところに連れて行ってくれる。そうだよな？うん、私も請求列車も含めてあなたに聞きたいことがある人、
たくさんいるからね。そいつは結構。ではこちらへ。高貴なるオーク家の当主様、これで役者は揃った。これがさっき言った慰霊碑だ。書かれてる名前はあんたたちならよく知ってるだろう。ラザリナ、そしてティエルナン。ピノコニーが辺境の監獄と呼ばれていた時代、開拓がここと他の星々とつなげてくれた。彼らはアスデナを救った英雄。その名はこんな小さな石ころじゃなく、もっと歴史のある大きな石碑に刻まれるべきだ。しかし今、宴の星には美しい夢しか残されてない。あの重い歴史と監獄の姿はもう跡形もなくなくなってる。彼らの名前が石碑に刻まれているということは、ミカの言う通りなら彼らはずっと昔に亡くなっていることになるわね。ラザリナは独立戦争で犠牲になった。奥室の流れを明らかにするため、一人でシャドルに乗って生計の中心に行き、そのまま帰ってこなかったんだ。ティエルナンは銃の扱いがうまいカウボーイで、強くて頼れる男だった。彼は人々を率いて悲惨な対外戦争を乗り越えたが、真の平和が訪れる日までは持たなくてな。戦争から10年が経った頃、ピノコニーはひどい内憂外患に陥った。アスデナのためにティエルナンは再び開拓の道を歩むことを決め、アークティッド家を率いて生計外を探索したんだ。だがスウォームに包囲されて全滅した。予想はしてたけど、実際に先輩たちの話を聞くとやっぱり悲しいね。彼らの人生は未知の世界への旅の上にある開拓の名に恥じないものだわ。でもこの名前のない慰霊碑は、ドリームリーフが誕生した時、その記念碑の主はまだ死んでいなかった。だがその人はいつか来る日のためにと言って、自分のために無名の碑を建てたんだ。請求列車ご一行、また会ったな。ロビン、ギャラガーさんを連れてきたよ。やっと真実に向き合う時が来たね。あれ、急に賑やかになったと思ったら人がたくさん。兄様。何も言う必要はありません。あなたが無事ならそれでいい。そいつは俺が連れてきた。残りの話はギャラガーさんが自分で語るだろう。みんな頑張れよ。その兄弟には少しプライベートの時間をやるって約束してるんでな。先に俺たちの話をしよう。それでいいか。ああ、構わない。ギャラガーさん、せっかく苦労してファミリーの意思決定者、請求列車、性格ハンターを一堂に集めたのは何か重要な話があるからだろう。なんだ、あんたらまでお見通しってわけか。正直もう顔に黒幕って四文字が書かれてるようなもんなんだけど。ベーテルトの挿入を言う通り、そろそろ正義文を見せるせるだな。その兄弟を知ることはどうしてるから、どう選択すればいいかもわかるだろうが、七七人ご一行は到着が遅かったからな。質問の時間を取るのは当然のことだ。改めて自己紹介をしておこう。ドリームリーフの創立者にして、時計屋の助手、そして、
例の招待状を出した張本人でもある虚構歴史学者のギャラガーだ。以後よろしく。虚構歴史学者？じゃあこれまでうちらに話したことは全部デタラメだったってこと？いいや、お前らに話したことは全部本当だ。まあほとんど。ファミリーが再び俺を受け入れたって点を除いてだが。ミカに確認したから、ファミリーと時計や、それとミハイルの功績については嘘じゃないってことは分かってるわ。ご理解いただいたところで早速話を進めよう。みんな知りたいだろう、どうして俺がこんな大変な思いをしてまで遺産争奪戦を仕掛け、こんなに多くの派閥を招待してピノコニーを大混乱に陥れたのか。答えは至ってシンプルだ。全ての根源はお前らもよく知る性格にある。性格？ピノコニーはどこへでも行き来できる性感の中枢で、汚染された形跡もないように見えるが、どうして性格が関係あるんだ？おっしゃる通り。だから当ててみてくれ。それが何を意味しているのか。美しい夢は無から作り出されたものじゃない。記憶域を海に例えるなら、夢の地を築くってのは荒れ狂う海を土で埋め立て陸地を作るようなものだ。それほどの偉業を達成するのに、記憶あるいは神秘の指令の力を借りないとしたら、性格を使うしかない。そしてそれは単に願ったからって叶うことじゃない。相当の知識を備え、多くの時間と労力を費やして、やっと完璧なものになるんだ。ここまで言えばもうわかるだろう。今の宴の星はアステナの性格の災いそのものなのさ。宴の星が性格の災い？話は過去に遡る。時計や一行は辺境の監獄を解放したが、無からピノコニーを作り上げるのは至難の業で、内外の問題もキリがなかった。そんな時、性格の力を使おうと企む奴らが現れたんだ。その性格は戦争時代にアステナに落ちたものだったが、七死人の訴えにより、当時の人々はその力に頼ろうとはしなかった。だが下心のある奴はそれを狙い続けていたのさ。全ての転換点はティエルナンが犠牲になった時だ。二人の七死人の仲間を相次いで失い、時計屋は自ら開拓の前線に出ざるを得なくなった。そしてその遠征が彼の敵にチャンスを与えた。モントール星系のファミリー代表が時計屋の呼びかけに応じてやってきた時、性格はすでに活性化され、未開の共感覚無境の中に浸透していたんだ。そのファミリーが都合よく性格を封印する知識を持っていたってことね。それどころか、奴らの性格に対する知識は常人のそれをはるかに超えるものだった。すぐにミハイルを助けて内乱を鎮めると、調和の名義でピノコニーの建設に加わったんだ。それは夢追いの時代と呼ばれる三古白期のことだった。そして真相を知らない時計屋は全宇宙に招待状を送り、夢の地の大ブームが巻き起こったのさ。それでどうしてその人たちは敵対するようになったの？さっきの海を埋め立てるって例覚えてるか。事実として性格は封印なんかされてなくて、形を変えて夢の中に存在してたんだ。よく考えてみろ。こんな巨大な美しい夢を構築して維持する、そのための代償は何なのか。それは命だよ、お嬢さん。豪華絢爛な美しい夢は精神の死の上に築かれ、快楽という読書が無境を満たして人々を溺れさせる。理性はゆっくりと同じ終点に流れていき、
最後には美しい夢の胎盤になるのさ。迷い、怠惰、臆病、そういう人間なら誰もが持つ弱さはファミリーによって増幅され、肥え太らされ、ピノコニーを過去のそれよりもはるかに堅固な別の監獄へと変えた。俺たちは気づくのが遅すぎたんだ。その時にはすでにファミリーによって全てが掌握されていて、反逆者はすぐに捕らえられ追放された。窮地に陥った俺は神秘の力を借りて、この混沌とした記憶域に身を潜め、また数年をかけて夢の中で俺たちに使えるミームを虚構した。眠り、これがそいつの本当の名前だ。普通の人間は夢の中で再び眠ることができない。だからこそその隙を突くことが俺たちの突破口になる。それが不可能を見届けるの本当の意味だったの？つまりあんたが時計屋として招待状を出したのは、性格の危機を何とかできる派閥を見つけ、ピノコニーの真実に気づくよう誘導するためだったってことね。それだけじゃない。俺は各派閥が遺産争いを繰り広げる姿と、10年以上も姿を消していた時計屋が声を上げることで、ファミリーの中の裏切り者が馬脚を表す瞬間を見たかったんだ。つまり遺産は本当にただの口実だったってわけ？もしお前が性格を遺産にしたいってんなら、俺も文句は言わないぞ。それでその性格は今どこにあるの？それはあの羽頭の小僧に聞くべきだな。性格は常にファミリーの支配下にあり、奴は大久家の当主だ。きっとその質問にも答えられるだろう。行こう。あの羽頭の小僧が答えを知っているはずだ。おしゃべりは済んだか？どうだ、そろそろあの性格のありかを教えてくれないか？それはピノコニー大劇場そのものです。やっぱりそうなのね。ファミリーの化身、美しい夢の中に最初に現れた建物、それがピノコニーをこんな姿に変えた元凶だったなんて。性格を利用してそれを完成させたのは、おそらくはゴフェルさん、今の夢の主でしょう。ふん、思ったより順調だな。こんなに早く容疑者を特定できるとは。それとも事前調査が十分だったのか？あなたの言う通りです。妹を殺した犯人を調べていた時、あなたを除いて私が次に疑ったのは彼でした。お前が先に俺を尋問したのは正しかったみたいだな。他に選択肢はありませんでした。夢の主の形跡を捉えるのは難しく、当主たちですら彼に会うのは困難ですから。しかしゴフェルさんは私と妹にとって恩のある方。こんな結果は知りたくありませんでしたね。恩ってどういうこと？実は私たち兄弟も挽回の癌の被害者なの。孤児だった私たちは救済に来たファミリーに引き取られて育った。そしてゴフェルさんは私たちの資質を見抜き、ピノコニーに連れてきたのよ。でもだからといってゴフェルさんが調和の対局に向かっていくのを黙って見ていることはできない。ましてや自分の歌声で罪深い事業を称えるなんてもってのほかよ。ファミリーの裏切り者が誰であろうと、彼がどんな命令を下そうと、私が舞台で歌うことはないわ。私たちは絶対に調和セレモニーを調和を破壊する儀式に変えさせたりはしない。私たちの理想の楽園のために。ええ、私たちの理想の楽園のために。
オーク家の当主としてピノコニーの明るい未来のため、私は絶対に引くわけにはいきません。私とロビンはすぐに美しい夢に向かい、なんとか夢の主に会って今回のことを問いただします。もしファミリーが本当に調和から外れているのなら、私は皆さんと同じ戦線に立ち、調和セレモニーを中止して自らゴフェルさんの犯した罪を償いましょう。お前らが立ち向かおうとしている敵、あるいは敵たちは、俺みたいな弱っちい老犬とは違って、少し手を出しただけでくたばるような相手じゃないぞ。共通の目標がある以上、力を合わせた方が勝機をつかめる確率も上がると思うんだが、どうだ。私たちは先輩七死人の足跡をたどってここまで来たの。今さら彼を追うのを諦めたりしないわ。うん、七死人は困難にぶつかったくらいでひるんだりしないもんね。あんたもそう思うでしょ。ちょ、ここはカッコつけるとこじゃん。冗談やめて。列車組はこうした事態を傍観したりはしない。サンデーさん、ロビンさん、請求列車を代表して俺が君たちに同行しよう。第三者が立ち会った方が交渉もよりスムーズにいくはずだ。それに危険が迫った時のことを考えると、一人でも多い方がいい。感謝します、ベルトさん。皆さんもありがとう。調和セレモニーは間もなく幕を開ける。もう時間はありません。皆さん出発しましょう。みんなこっちに来てくれ。出発前にまだ準備したいことがある。同行を申し出たのは俺だが、今回の夢の主との対決はきっと厳しいものになるだろう。え、幼児ちゃんがそんな風に言うなんて。夢の主ってそんなにすごいの？ピノコニーのファミリーのリーダーである以上、おそらく夢の主の背後には調和の全勢力が控えてるわ。性格も彼の手の中にあることを考えると、最悪の事態に備えておかないと。幼児ちゃん、やっぱり行かない方が。そういうわけにもいかない。ロビンさんはともかく、さっきのサンデーさんの様子は少し違和感があった。はっきりとしたことは言えないが、少なくとも彼が土壇場で裏切らないよう見張っておく必要がある。うん、君はカンパニーの使者から受け取ったトークンを持っていたな。貸してもらえるか。うん、やっぱりか。思った通り、アベンチュリンさんが君に渡したこのトークンは小型の発信機だ。おそらく彼はこれで君の動きを追跡したり、必要があれば連絡を取ったりするつもりだったんだろう。まさかここに来てこれが役に立つとはな。アベンチュリン？あの人ってまだ生きてるの？それに夢の主を探して交渉するのとアベンチュリンに何の関係があるの？言っただろう、カンパニーと協力するのはファミリーとのバランスを保つためにも悪くないと。交渉に問題があればファミリーが正確に手をつけた意図が明らかになる。これがあの死者が夢見ていた突破口だ。その時が来たら俺はこの発信機を使ってカンパニーにメッセージを送る。唯一の賭けはアベンチュリンさんが無事かどうかだが、カンパニーの回線ならきっと誰かしらが傍受しているはずだ。戦略投資部の重要な幹部と来ればなおさらな。それを考えるとメッセージを送るだけで十分だろう。幸運を祈ってるわ、ベルト。ああ、君たちも慎重にな。もし何か手違いがあれば俺に構わず
性格を封印してくれ。死を恐れないか。まさに真の英雄だな。たとえ夢の主が潔白であっても、ファミリーの腐敗は根深い。ミハイルが犯した過ちは二度と繰り返さない。彼の幸運を祈ろう。ギャラガ、まだ何か言いたいことがあるんじゃない？なぜそう思う？出発前、車掌は私たちにピノコニーで3人の七死人の消息を追うように言った。ラザリナとティエルナンのことはもう分かったわ。残っているのはラグウォークだけよ。私が間違っていなければ、私たちはもうとっくに彼に会っている。そうよね？ふん、会っているとまでは言えないが、答えは確かに簡単だ。何しろあれだけ明確なヒントを出したんだからな。請求列車から返事を受け取ってから、俺はあんたらに関する情報に注目してきた。様々な世界を結びつけるために相当な労力を払ったことも含めてな。そして今、あんたらは無事にここにたどり着き、自分たちの力を証明した。姫子さん、列車を修理して再び銀河に旅立たせたのはあんただな。ええ。そしてこの二人の若い七死人は特殊な執事で優れた技を身につけている。あんたね、そんなのないでしょ。ふん、元気がいいな。あのパムとかいう車掌にはよろしく伝えておいてくれ。お前の親友はいつも酔っ払うと列車で過ごした時のことをつぶやいてたって。あの最後の七死人は出発して止まって、また出発して大回りして、最後はスタート地点に戻った。死ぬ直前、あの人は俺に必ず請求列車を見つけ、例の招待状を未来の七死人に送るよう頼んだ。そのために彼はプレゼントも用意したんだ。開拓の後を継ぐ者たちに託す正真正銘の遺産をな。ついてこい。今こそそれが再び日の目を見る時だ。またここに戻ってきた。よう。俺は時々あんたが死んだことを忘れちまう。あんたにだってもっと話したいこと、もっと歩きたい道がたくさんあっただろう。約束通り、最後まで気にしてた後輩を連れてきたぞ。どうしてあの列車のことを忘れずにいたのかはわからないが、あんたがこの世を去る前に言った最後の言葉は覚えてる。俺たちを失望させるなよ、じいさん。何？どういうこと？行こう。彼の終点はすぐ目の前の花園にある。ピノコニーの最初で最後の七死人、時計屋ラグウォーク・シャール・ミハイル。七死人だったんだ。なんとなく分かってはいたけど。彼が残した遺産は一つの夢の泡だ。
とその中には七死人だけに意味のあるものが保管されている。何しろ俺が中身を見ても何も見つからなかったからな。おそらく何らかの開拓の暗号なんだろう。まったく俺より謎に包まれてやがる。見せてちょうだい。あれ？どういうこと？この夢の泡、本当に何もないじゃん。うん。一体どういうことなの？やっぱりそういうことか。彼はいつも七死人に対してわけのわからない自信を持ってた。その計画の中には常に開拓が組み込まれていたが、俺にはその自信がどこから来るのか分からなかった。彼が生きてる間、列車との連絡が成功したことは一度もなかったしな。俺はずっとこのじいさんが何を考えてるのか分からなかったが、この空っぽの夢の泡はわけの分からない幻想と理解しがたいロマンチシズムに満ちていて、実に彼らしい。いたずらじじいめ。まあこの人が何か手札を隠し持ってるなんて俺も期待しちゃいなかったが。 いえ、ギャラガー、ミハイルはきっと一番大切なものを私たちに残してくれてるわ。なんだ、まさかあんたまで理屈を並べるつもりか。ミハイルが未来の七死人を信じたように、私たちも過去の七死人を無条件に信じてる。彼らは愛する土地のために自分の一生を捧げようとした。それなのに未来への後悔を抱えたまま急に旅立ったりするはずがないわ。この夢の泡にはきっと何かが隠されてる。ただ私たちがまだそれを見つけられてないだけでね。ギャラが、時計屋を信じることに関してはあんたも同じでしょ。俺は神秘の運命を歩む人間。人生哲学は何も信じないことだ。だから俺にもわかる。信じることが開拓にとって何を意味しているのか。俺も彼が何を残したのか知りたい。全てはあんたらの腕次第だ。うん。あんたのペットを貸してもらえる？黄金の時に戻って無教ショップで確かめたいことがあるの。ミハイルのために、そしてピノコニーの未来のために。